はい、どうもこんばんは、コアット着ぐるみです。はい、5月新ツム2体追加されております。どちらもスターウォーズコラボツムということで、先ほどはねポッド、レーサーアナキンをやってみましたが、今回はね、もう1体の方クワイガンジンをフルアイテムで遊んでみたいと思います。初見プレイです。スキルがねちょっと特徴的で、一緒に消えるオビワンが出て、つなぐと前後のツムを消すよという内容ですね。周りじゃなくて前後ということなんですけど、この光ってるツムをこうつないでいくと、前後も一緒に消してくれるというツムになっております。ショートチェーンでつなぐとご覧のようにねタイムボムが出るのかな。はい、ただロングチェーンで消した方がツムの消去量は増えそうなので、大消去を狙えるような感じになっております。最初のうちねちょっとプレイこれスタートらへんなんですけども、なかなかこううまいこと思ったよりもツムが繋がらへんくて苦戦しております。で、ちょっとねこう短いチェーンになってるとかえってねタイムボムがねよく出てくれたので、まあラッキーかなとは思ってたんですけど、うまいこと下の方からか端から端みたいなイメージ、こうなるとね28秒、こうなるとうん下手くそすぎるやろ。こんな感じかな。端から端までうまいことつながると30以上の消去が期待できそうな感じです。このツムはスキル自体はねスキルレベル関係なく一緒、おお全英ほぼ47消去できた、これ続けていけたら33消消、いいねいいね。そうこんな感じかな。でループしたこんな感じでやっていくのがいいかな。うまく端からこう巻き込むような感じで消していくとね大消去が狙えるような感じ。これスキルレベル関係なくスキルの効果は一緒、ただ効果時間が、スキル1やと 2.7 秒、でスキルマックスやと 4.7 �秒、その差2秒、でかいねその差2秒、スキルマックスで 4.7 秒まで効果時間が伸びるので、3回から上手い人だと4回もっとまでなぞれるかもしれないという、はい、ことです。これちょっと練習すると、大ツム絡むと40以上消してくれたね。練習すると多分もっともっとコイン稼げそうな感じはします。これ結構強いかも。私のプレイスキルで残り15秒で4500コイン超えて、スコアも1200万スコアまで、いってます。こんな感じでうまいことね全体をが消えるような感じで消去してくれると、1回のスキルでの消去量もめちゃくちゃ上がるよね。ちょっと多少ムラはあるけども、これはでもね中級者さん向けの積むかな。そこまで多分練習すると難しくないかもしれません。はい、なんとか7000ぐらいまで行きたいけどももう一回もう一回いけるかな。こういう時にねショートチェーンでつなぐとタイムボムがね狙えるから、どういう感じがいいんかな。ダイス消去でバンバン狙っていくのがいいのか、ショートチェーンでタイムボムを狙っていくのがいいのか。はい、装填で、約6700コインかな。はい、スコアも、もろもろ加わりまして2360万スコアかな。はい、っていう形になりましたが、いかがだったでしょうか。新ツム2体やりましたけれども、どっちかというとこっちのツムの方がコイン稼ぎのスコアに関しても優秀なのかなっていうような気がします。ただちょっと中級者さんレベルのツムにはなりますので練習が必要かもしれませんが、ただ上手い人はね低スキルでも高コイン狙える優秀なツムなんじゃないのかなというふうに思います。というわけでクワイガンジンの、スキルマックスの初見プレイでございました。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ、応援のチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今月のスターウォーズの新粒5体で揃いましたけども、この粒ね、ずっとクワイガンジンって言ってたんですけど、読み方合ってるんかな。クワイガンジンの可能性も全然ありますからね。よければ教えてください。スターウォーズ勉強中です。それでは今日誕生日の一目で投稿あったきぐるみでした。